野田号駅は、鹿児島県泉市野田町加盟にある、日殺オレンジ鉄道線の駅。駅番号は OR、OR19。NPO 法人北札クラブが管理する、有人駅である。近隣に、鹿児島県立野田女子高等学校があるため、平日の朝夕は、通学客で混雑する。また、生徒の通学輸送のため、 平日のみ朝に当駅止まりの下り列車が一本設定されている。このため平日の朝夕ラッシュ時のみ友人駅となる。相対式2面2000ホームの地上駅で1959年に建てられた旧国鉄標準タイプの鉄筋コンクリート製駅舎に出札窓口、待合室を持つ友人駅である。 国鉄時代に無人化される前は大きな出殺窓口と鉄道小荷物窓口を有していたが1986年に無人化された際に板で封鎖されたその後再び事人駅に昇格したため現在の小さな出殺窓口が設置された2014年5月15日までは平日は7時10分16時55分だったが翌5月16日より 営業時間が平日朝夕の通学ラッシュ時間帯のみに短縮された。ただし、毎年3月中旬に隣の高尾の駅付近で開催される高尾の中野市や毎年8月に開催される高尾の夏祭り開催時は駅が大変混雑するため朝8時頃から夜まで臨時に駅係員が配置される。国鉄時代1970年に 業務委託化されるまでは、現在の野田郵便局の敷地に、国鉄館舎が多数立ち並び、駅員数15名の比較的大きな規模の駅であった。また、かつては、貨物取扱いも行っており、鹿児島銀行の建っている場所に、日本通運の倉庫が2棟建っていた。開業時の地名が由来だが、この地は、古くから、野田号の地名で親しまれていたことと、すでに、 大阪環状線に野田駅が設けられていたことから野田号駅となった。野田号の野田は沢や湿地、号は里を意味しており、沢や湿地のある里という意味である。ただし、号は薩摩藩の外情性における行政区画の名称ともなっており、野田の銭器から野田号という反省上の行政区画が置かれていた。 野田号駅各駅案内必殺オレンジ鉄道、必殺オレンジ鉄道 a b c 師の明、停車場変遷大辞典、国鉄、JR 編 2JTB、1998年、687ページ。ISBN 978から4から533029806。国土数値情報国土交通省、2021年9月6日、閲覧。 通報規制本線朝子駅ほか17駅の駅員、無配置について。鉄道広報、P8、ありがとうございます。